どうも、4次元 K です。今日も怖い話を読んでいきたいと思います。ピープさんで読みます。もう何を読むか決めてるんですけど、何これ、面白そう。はい、今日読んでいくのは自殺投票。うー、いいですね。いいですねって面白そうですね。では読んでいきます。さっちゃん、もう来週で卒業だよ。ゆりな、ほんと3年間早かった。高校生になってもみんな仲良しでいようね。あ、中学生ですかね。皆さん中3か。懐かしいな。僕はソフトテニス部で、県大会の2回戦まで進んで負けちゃったんですけど、いやー、なんか懐かしいですね。楽しかった。青春謳歌してました。地方って言っても、さっちゃんとゆりな同じ高校でしょ。お、そうなんですね。で、地方って人だけが、あ、もう一人いるかな。地方は別れなっちゃうんだ。まあちょっとグループでいると寂しいところありますよね。勉強しなかった組です。わら、わかるよ、さっちゃん。勉強おもんないもんな。じゃあ千穂って人は勉強した組でいい高校に行けるのかな。イエーイ。おい、バカにされてるぞ、さっちゃん。さっちゃんじゃない、お前喜ぶなよ。え、さっちゃんとゆりなが、おい、イエーイじゃねえわ。高校でもよろしくね、さっちゃん。うわ、地方かわいそうに。でも高校も、結局高校で仲良くなった人と大人になっても続くんじゃないかな。うん、よろしく。うわら、煽られてんぞ、地方。言ったれよ、なんか。高校で誰が一番最初に彼氏作るかな。あー、まだ彼氏がいないんですね。ゆりなじゃね。あ、ゆりなちゃん、なんで性格がいいか、絶世の美女かっていう感じですかね。いやいや、謙遜しちゃって。ダークホースで、あゆみじゃない。お、あゆみ、新しいキャラ。私、おせえは何、見るだけ見になってんだよ。入れ入れ、話に置いてかれるよ。私、好きな人もできたことないのに。嘘です、それは嘘です。絶対誰かいます。そういう人ほど猛烈な恋に落ちるのよ。あー、もうメンヘラなっちゃうかもしれないですね。偏見、猛烈なね、強調するね、さっちゃん。あゆみ、んじゃそりゃ。でも順当に行けばはるかじゃない。あ、はるかもいる。すごい大勢のグループですね。確かに。あ、じゃあはるかも既読だけつけて会話を楽しんでるのかな。
さっちゃん。だって可愛いもんな。おお、はるかちゃんが可愛い。なるほど。はるかは天使。エンジェル。逆にはるかに彼氏できたらなんか腹立つな。なんでやねん。ええやんけ、彼氏ぐらい作らしたれ。私たちでちゃんと面接しないと。あ、そっち？彼氏の方ね。あ、なるほどね。ごめんね、地方。なんか、言っちゃって。で、はるかは何をしてんの？早く会話に入ってきなさい。お、来た来た。ちょっとスマホ見てなかったから。あ、見てなかったんや。ごめんね、はるか。決めつけてた。既読つけて。見るだけの人になってるのかと思った。めっちゃメッセ溜まってた。わけー、めっちゃメッセわけー。ふぅ、天使ご降臨。おお、降臨されましたね。神々しい、眩しい。何このキャラ。やめてよ、そんなこと思ってないでしょ。お、これも謙遜かな。思ってるよ、わら。あの、わらがつくとちょっと思ってないように思う。さっちゃん、いい加減自分が可愛いって自覚せんかい。ちょっと関西弁。ええ加減自分がわか、ええ加減自分が可愛いって自覚せんかい。急に怖い。大阪のおじさん、おっちゃん、こんな感じですね。知らんけど。なんか、ごめん。謝らしたん。てかさ、ん？ん？お、公式。自殺投票が参加しました。ちょっと自殺投票を、自殺投票、この声でいきます。ユリナ、え、何、気持ち悪。誰招待したの。誰やこれ。あゆみね。さっちゃん出た。最近入りのスパム。スパム。でも変じゃない。確かに LINE のスパムなんかあんまり見ないですよね。誰も招待してないのに。千穂、確かに。誰や誰や、どういうこと。自殺投票、命は大事だよ。このね、もうその自殺投票の人が、まあ、仮に男だったとしたら、この女性のグループに入るって相当な勇気ですよね。皆さんこんばんは。こんばんは。自殺投票の公式アカウントだよ。自殺投票って何よ、ユリナ。あゆみ、なんか怖い名前。その通り。自殺投票。日本にある2867,1379のグループチャットから。ちょっと、一瞬、うんってなっちゃったわ。公平な抽選のもと、あなたたちのグループが選ばれました。最悪やな。ある意味運がいいかもね。皆さん拍手。あゆみ、これ公式のイベントかなんか。公式やつって。
な不謹慎なアカウントで、公式で会ってたまるかって感じですよね。確かに、それもそうね。もう抜けたら一回入ってくんのかね、すり抜けるよね。まずは皆さんに自殺投票を説明しましょう。ちょっと喋りにくいから噛んだ。自殺投票とは、深夜0時にグループチャットの中から自殺してほしい人に投票します。お前こんな仲いいグループになんてことするんだよ。ユリナ、はあ？ありえないんだけど。投票は異名で行われるので安心を。投票後は自殺者に抽選された人以外で自殺方法を決めます。自分で選ばしたれ、そういう問題じゃない。自殺者は12時間後の正午までに自殺をしなければいけません。怖っ。もし自殺を行わなかった場合、このグループチャットの誰かが自殺者と一緒に心臓麻痺で死にます。おう、らしいね。道連れか。なお投票数が割れた場合は投票の高い人全員に自殺していただきます。なんでやねん。また投票しないということも可能ですが、その場合は全員心臓麻痺で死ぬことになるのでご注意を。なんともひどい。それだけ？それでは百聞は一見にしかずですので、早速やってみましょう。意味わかんない。みんなよく黙ってた。言ったれ。こいつもこの公式のやつも入ってるから、こいつにみんなで自殺投票を入れればいいんだよね。無理？ダメ？そんなん無理？千穂帰れよ。どこに？そうだそうだ、おお、言っちゃってるね。とみんなでもういいわ。あゆみ、どういうことでしょうか。耳を貸すな、喋りかけるな。悪ふざけとしてはどうこうしてると思うのですが、ブロックでいいよ。命は大事だよ。投票開始。ねえ、画面にみんなの名前が出てきたよね。お、出てきたんや。あ、じゃあ自殺投票っていう人は出てこなかったんやね。そりゃそうやな。電源も切れないし、ハッキング。誰かに投票しないとこのチャットに戻れなかったんだけど。お前投票してるやんけ。じゃあ誰に入れたん？さっちゃん教えて教えて。タイムアップ。さっちゃん、さっちゃんしか入れてないんじゃないの？それでは開票するよ。その絵文字何？あゆみ0票、ユリナ1票。お、ユリナに入れてる。
誰、あのさっちゃん、さっちゃんやね、これがさっちゃんゼロヒュー、チフゼロヒュー、はるかゼロヒュー、ほんまにさっちゃんじゃないわ、あさっちゃんか、さっちゃんしか入れなかったんだ、すごい、はーい、出揃いました。今回の自殺者はゆりなさんです。イエーイ、イエーイちゃうわ、ゆりな、ちょっと、ほんと、わかるよ、それどころじゃなくね、こういうの、あゆみ、通報しようか、遅い、通報遅い。それでは自殺投票、自殺方法を選んでいただきます。1、包丁で首をかっ切る、首で包丁かっ切るでしたね、首吊り自殺。3、入水自殺。歴史か、まただ、また画面全体に出てきた、さっちゃん、今回はどれか選ばないと閉じないから気をつけてね。あれ、さっきの閉じたってことですね。千穂、みんな選んだの？あゆみ、やっぱり電源切れない。はるか、ウイルスか何かかな。さっちゃん、わからないけど選ぶしかなかったよね。またさっちゃん、自殺方法が決まったよ。ゆりなさんの自殺方法は、1の首を包丁でかっ切る。残酷一番、知らんけどです。では明日の正午をお楽しみに。いや、しねんよ、ゆりな、ねえ、誰が投票したの？犯人わかってるじゃないか、私に。あゆみ、ゆりな、落ち着いて、落ち着けないよ、きっとこんなの誰かのいたずらだから。だとしても選んじゃダメね、友達ね。ゆりな、そんなの関係ない、おっぱっぴー、誰かが投票、私に投票したのは間違いないでしょ。そう、そこが問題。うん、それは事実でしょ。ねえ、誰なのよ、それとも歩みなの？お、人間不信になるよね。歩み、そういうつもりじゃ。千穂、私は違うよ。うん、もう犯人分かってるじゃん、投票画面が消えるまで待ってたもん。お、偉いね。さっちゃんだよね。そうです、千穂さん、ご名答。だってさっちゃん、誰かに投票しないとこのチャットに戻れなかったんだけどって言ってたじゃない。さっちゃん、仕方ないじゃない、
だって突然あの画面が出てきて動かせなくなったんだもん。ユリナ、でもなんで私なの？私に恨みでもあったっけ？さっちゃん、たまたまだよ。適当に選んだの。そしたら私しか投票してなかったから。あっちゃー。でももし私が投票してなかったらみんな死んでたんじゃないの？あゆみ、確かに。そう言ってたよね。はるか、みんな一旦落ち着こう。自殺投票なんてバカバカしいよ。自殺なんてしなければいい。真に受けちゃダメ。千穂、そうね。もうすぐ卒業なのに喧嘩しちゃダメよ。みんなで仲良く卒業しよう。ユリナ、地方、そうだね。おお、優しいね。ありがとう。もう寝て忘れることにする。忘れれる？あれ、おお、面白いですね。いやー、続きが気になる。続きはじゃあ次回。では皆さん、さようなら。